西欧は何をしているんだ。なぜ動かない。なぜコンタクトが取れなくなったんだ。まさか想定外の妨害に遭っているとは思えないが、仕方ない。僕が全部終わらせる。こっちだ。ペノン、なぜここが分かったんだ。しかしあえて言おう。誰かと思えばと。今さら君なんかが来たところで何ができる。どうかな。誰だ。どうして僕の声が聞こえる。知るか。貴様が勝手にわしの頭の中で喋ってるんだ。まあ周波数が合うってやつだ。行くぞ。どうなっている。僕が気配に気づかないなんて。なるほどね。ブレイクだ。でも十分脅威だ。ファランクスを相手にしながら手に余る。くそ。なんだ。うん、全言撤回。さすがの西欧直轄ね。だがここで引くわけにはいかん。ちょっと、まさかこんな時に手を抜いてないでしょうね。これは君たちが勝ち取るべきなんだよ。スレイヤー卿、あなたはなぜ私などに光を見たのですか。それ今する話。あなたもまた私と同じく全てを得たゆえに全てを失ったものだ。だが私と違うのは全てを諦めていないこと。モンテローザの作戦を覚えているかな。山頂を目指して進む我々は中腹で一人の老人と出会った。一般の登山客を装うためミリア君が会話を切り出した。晴天に恵まれましたね。頂上が楽しみです。それと老人はこう言った。自分はここでいい。旅行く者は未開の地に胸躍らせ、かいた汗に充足を覚え、しかし立ち止まって眺める景色がその感動に劣るとは思わない。ああ、実に感知のある言葉だった。しかし私は今になってその先に添えられた言葉の方が思い出されるのだ。地元の者なら山頂の景色は見慣れている。まして道中ならばその倍は見ているはずなのに
今まで何を見ていたのだろう。私は見落としてきたものを勝手に見飽きていたのかもしれないな。一歩も引くな。視線の先に明日があると思え。生き抜け。我々の知る明日という言葉は今日を境に意味を変える。過ぎ去ったものは失ったわけではない。考えたね。まさかこんなおもちゃまで持ってくるとは。確かにこれならば僕の思考を読む力は半分しか機能しない。だけどね、作戦が浅すぎないか。僕としてはその機械人形さえ先に壊してしまえばいい話だ。これではまるでただ死にに来たようなものだね。こいつわしらが死にに来たと言ってるぞ。君がいなければそうなっていただろう。我々のチャンスは一度しかなかった。だが勝った。君の負けだ、ベッドマン。何これを。その球体には何の威力も拘束力もない。だから君は危機と判断しなかった。しかし決して逃れることはできない。そして同様にボールたちはその球体と一定の距離を保ち続ける。なるほどね。この球体はいわば僕にロックオンしている照準というわけか。こんな攻撃で倒せると思っているのか。そう考えているな。先ほど君は死にに来たのかと言ったらしい。私は死にに来たのだ。何ら問題はない。アサシンは生まれ変わる。これからは日の当たる世界で罪を背負う。過ちを正す機会を得たのだ。君たちの起こした戦争でな。しかしそれだけでは世界が納得しまい、誰かが責任を取らなければ、君と私の首にはその価値がある。そういうことか。くだらない。そんなに社会に認められたければただ黙っていればよかった。関心を寄せなければよかった。発言権を放棄すれば立派な多数派になれる。今からでも実践したらどうだ。中途半端に環境を妬んで拗ねてみせた挙句に人の知る馬に乗っかって人生をやり直そうなんて厚かましいにも程がある。あまり安い夢物語のために僕たちの計画を。この数を。バカな、本当に死ぬ気か。今まで私の命は新たなる不幸の糧でしかなかった。しかしもし闇を遮る壁に生まれ変われるとしたら、たとえ我が身が塵と化そうとも、このヴェノム、それで本望！
負けるというのか。こんなにたわいもなく、こんなに安っぽい夢のために。おい、人の夢を気安く笑うな。何？さっさと負けを認めろ。今なら許してくれるかもしれないぞ。認めろだと？納得できると思うのか。君たちの思いつきのような夢のために、この僕がなぜ諦めなければならない。意地を張っている状況じゃないだろう。自らの命をかければなんて、結果より手段を優先する者の詭弁だ。それを切り札のように得意満面に振りかざすのか。僕は人の命もかける。当然平然ではない。無論正論ではない。だが、現実という鉄壁の運命に立ち向かうには、現実を破壊する覚悟を持って叱るべきなんだ。この世界はどんなに上辺を取り繕っても、最終的に刑事家に価値を集約して優劣を求める。それを世の中は万物平等と謳っているんだ。だからこそ僕はその圧倒的火力を是とする思想に倣った。不必要なものは全て排除した。その果てならば人は失ったものを自覚できる。その果てならば僕たち兄弟のように合理性と統計の犠牲になる人間はいなくなるはずなんだ。この僕の非常の覚悟、たかだか君一人の命と引き換えに諦めろというのか。貴様、本当は優しいんだな。動くな。しまった。どうか。お前たちなんでこんなところに。夢を笑うなと言ったな。では僕と同じステージに立ってもらおうか。どちらの夢が、どちらの思いが強いのか、はっきりさせようじゃないか。大丈夫、この子たちの名前も覚えている。おい、ベノム、その辺にしとけ。二人とも本当に死ぬぞ。しかし、これではまだ足りない。いいんだよ、それで。わしの合図を待て。わ、ブリキ？ブリキじゃない。ケツから廃屋突っ込むぞ。何をしている？僕は知っているぞ。君はここの住民に迫害を受けてきたはずだ。なぜ彼らをかばう？わからん。わしは貴様より高性能だから、考える前にやるべきことがわかるんだろう。貴様がかわいそうなやつだってこともな。なんだと？そりゃ町の連中には腹を立てているよ。だがな、結局わしは社会がなければ満足に油もさせない。この服も柔軟剤も洗剤もどっかの誰かが作ったもんだ。まあだからわしもどっかの誰かの役に立つことをしてきた。それで社会の一員だってことで納得している。しかし貴様はよほどケツの穴が小さい社会に生まれたんだろうな。まるで余裕がない、隙もない。何がしたいのかはいまいちわからんが、夢の叶え方を間違っているよ。ええ、貴様、本当は世界なんてどうでもいいんだろう。何をしている。もう下がっていい。一つ教えとかにはならん。まず、君まで命をかける。貴様らがバカだからだ。このままじゃここにいるみんなが死ぬ。わしは高性能だから、消える命は一つで十分だということがわかる。覚えておけ。人の夢を笑っちゃいかん。わしなりの哲学。それだけ守ってれば、ご大層な思想なんていらないんだ。喧嘩しようが何しようが、人はつながれる。だから、
完成してこい。いや、まさか君が負けるとは。どうやら僕はもう戦力にはなれそうにない。こうなったら残りの命を使って犠牲者の蘇生に力を尽くす。僕たちの夢の続きは君に託してもいいかい？ああ、任せてくれ。君は本当によくやってくれた。本当に。本当に。本当。できすぎだ。できすぎだよ、ベットマン。素晴らしいクマだったよ。最後は自滅までしてくれるなんて、ありがとう。安心して。絶対確定世界はきっちり仕上げるからね。まあちょっと人類は全滅しちゃうけど。どういうことだ。え、わかんない。あ、そっか、わかんないか。あのね、私ね、この瞬間までずっと猫かぶってました。にゃお。本当はね、人間が嫌いです。大嫌いなの。大嫌い。だから滅びればいいと思ってます。真の人類を創造し、正しい未来へ導くって。ええー、私嘘つき？嘘つきとか言わないで、お願い。それはさ、言葉の行間ってやつを読めない君の語彙力ってやつと読解力ってやつの問題だと思います。それに、そうそう、どうしちゃいましたか、ベットマンさん。目がお目覚めじゃないですか。寝言は起きている時に言うものじゃないぞ。何人殺したと思っているんだ。僕を裏切ったな。お、絶対確定世界。その気になれば僕一人でもできると言ったはずだ。否定する。ここは僕が作り出した世界だ。僕が定めたことが絶対だ。どんな力もここでは無力だ。だが残念だ。残りの命ではこれがせめて